ことは少なくなっていた板橋残撃ですが、はい、満を持してのアウェー大将、はい、まあ組み合わせ的にはベガってやっぱり中距離から強力な強攻撃、特にサイコアックスですよね、これ持ってるんですが、はい、ザンギエフのアイアンマッスル V スキルがあるがゆえにそういった動きしづらい、パス強パンチの先端をうまく使ってこう牽制していく、もしくはしゃがみ中キックなんかでこう下段を蹴ることで立ち強パンチのアーマーなくを潰していくっていうのも一つキーですね。ここはストレートに対してアビスキルリジェクトで取ってきました ね。これも確かに立ち強パンチが残業非常に強力ですので、これに対するどう対処していくかというポイントなんですけども、溜めてくる立ち強パンチには見てからリジェクトという一つ対策。いいよ、さあ静かに静かに取っていく、おっとここは誤って、前が離れなかったのでコパンからスクリューを決めて、正直な大事です読み合い、流れは変わるか、それでも体力リードはドグラベガー、かなりトリガーがあります。ここからは不用意には動けない時間帯、丁寧に立ち回りながら、うわうまい、うまく大パンヒット確認しっかりして、あと30秒です。ドグラとしてはもうこれタイムアップ見ていいと思いますね。そうですね、次トリガーを引かずにウィリマーサルでもいいというところだが、ここは大パンチ綺麗に刺さって、まずはドグラ、さあアルプさん、これ、はい、両者ともに持久戦を好むプレイヤーの印象はあるんですが、はい、まあ、持久戦、まあ、しっかり時間を使って立ち回るというところでいいですかね。そうですね、もうそれはもうお互い、まあ、特にまあベガが出てきた時点で、はい、ベガ自分からすごく攻め込んでいくというよりはやっぱりそのリーチを生かして引っかかるのを待っていくキャラクターですよね。そしてザンギフ側も、まあ、ワンチャンス作れれば一気にですけれども、そこまでは相当な我慢が必要ですので、うまい、そこは下がって投げをすかしての EX クリュー、なるほど、ザンギフ一番そこから EXW にギリギリ目の前当たらず、体力リードは板橋ザンギフ、反撃、そうか、そこから速すのあと正直ですね、コパンで止めてのインクスクリュー、この動きが先ほどから決まっている。さあここからゲージ運用もちょっと気になりますが、はい、ただそうですね、もう逃げ切るって感じでしょうね、このしゃがみジャックパンチ、感謝の1日1万回地獄好きで削ると、おめくりになるやつ、フィールが当たった形ですが、もう無理はしないで、ドグラ側はゲージをうまく溜めれてるのがいいですね。そうですね、上からジャンプショーパンチの形、これでラウンドを取り合った。対象戦は3試合選手、長くなりそうな両者の対決相当長引きそうですね、これは時間いっぱいかかるでしょう。さあしかし 4-0 になるか 2-2 になる、おっとここは今度は裏切ってきた、うん、そうですね、1ラウンド目はスクルーでしたから、ここはピストキック、さあしかし体力リードはドグラベガー、しかもゲージも溜まってますからね、ドグラは歩いてくるぞ、画面8は近いぞ、何を狙うか、どのボタンを押すか、なぜかボール仕込んでいく、あーこれは大パンからシフト、痛いめちゃくちゃ痛いコースになった、ダブルアップからのボリショイリーチです、まだ継続、投げは抜けるか、耐えた、抜いてスクリューは痛さん、今日もぐるぐる笑顔全開か、これで 1-0 痛さんスタート、今の立ち中キック食らって前に入れっぱなしにしましたからね、はい、そうですね、ちょっと勝負どころ本当によく分かってるというか、もう画面足で後ろがないので、はい、歩いてジャックスクリュー決めれば勝ちだと、そこに対して対応はないだろうというこの板橋団結の読み、見事でしたね。試合自体はやはりベガ側がうまく技を当ててコツコツとというところですが、はい、やはりザンギエフの真骨頂、再びチャンスを掴んだらというところが来ましたね。で結構その板橋ザンギエフ側の駆け引きの部分、対空せずにスクリューで吸い込んだ、次はダブルアップならず、はい、すいません、お話は、はい、ドグラがね、2試合目でこう対空見せてきたんですけど、はい、は距離がちょっと遠かったですね。で、まあ、こうザンギフのチャンスが結構多く増えてるんですよ、はい、なので板橋ザンギフがこう読み足かけている、で、そのラウンドごとに違った選択肢を取ってるんで、ドグラを惑わせてるって感じですよね。まあ、我慢をして密着を作れば作るほど読み合いの渦に引き込んでいけるという、試行回数さえ増えれば
読み合いのその土俵では板山有利と言ってもいいでしょう。そこを得意とするプレイヤーですからやっぱチャンスが来てる分、勝ちやすくはあるのかなと。少し今季異様な守りの硬さでさまざまな強豪プレイヤーを打ち破っているドグラ、読み合いの部分もしっかりと勝って板山撃破なるか。静かな立ち回りの中で若干の体力リード、上っする、その隙を打ったか、ってる、いやじっくり、一発一発の技もやはり打ちそうで打たない、打たなさそうで打つというタイミングの取り合い。ダンガータチクロバッチャーのフラッシュカウンターできれば V トリガーダブルアップ後ろ投げっていうのがこの状況では本戦ですので、じっくりですね。ただラインが押し上がってきたんでもう技を打っていく、ガシガシいくと、さあ前ステップ、どうか、おー、チロシさあストレートの前に下から足が伸びた、ガードから打ってきた、さあボルショイ、ただドグラの体力はかなりある状況、ここから一気にいけるか、歩いている、 V シフトをちょっと見てましたね。さあしかし目の前にいたので投げてみたという形、さあ時間は15秒切る、体力差はありすぎる、さあドグラが逃げ切ってこれで1-1、ドグラもやっぱり要所できっちり読みを外してくる、いいプレーですね。ボリショイ・ロシアンスープレックスの後にジャック・クリューとタチキオパンチ V トリガーズを2択、これに V シフトっていうところがよくある対策ですが、あえてしないガードにもあったことでちょっと板橋さんがリズムが狂ってしまった。何もしないベガにのしのし歩いていったザンギフというね、ちょっとこう拍子抜けないになりましたが、裏の読み合いというところで板山としては V シュートやジャンプっていう逃げを見ていたんで、まさか何もしないであんなにガードしてるとはっていう感じだったんでしょう。もうドグラベガが一気にダメージを取って画面端、立ち強パンチいい感じで当たってますね。そうですね、かなり打ちどころがいい。さあしかしこれはクラッシュカウンターから打撃を狙っていた板さん、反撃三大パンチ、少しずつ両者のボタンを押す回数は増えてきたか。結構ドグラがやっぱりジャンプに対して意識を抑えてますね今、しっかりとしゃがみ大パンチでの対空が見られる、そしてこの大パンチが当たると、インフェルノからEXW2 ということでかなりラインを押し上げられる。そうですね、ダメージもそうなんですけどやっぱり背中にスペースが、ね、できるんで、これは残機戦ではすごく重要ですね。無理に前に出なくともラインを上げるというところで一役買ってますよね。さあ板さんはこれに対してどうするかなんですが、あまりアイアンマッスル、この赤く光ってアーマーで取れていないという、ドグラがしっかりこうタイミングずらしているんでアイアンマスの終わりギアにタッチパンチが当たってるっていう感じですよね。うまい。さあここでヘルアタック垂直を刈り取った形、上からしっかり着地を取って画面端を継続、嫌な流れになってきたのはコミファデトネーション板山の方、やっぱチャンスがどんどん減ってきてるんで、こうなると厳しい、しかしクラッシュカウンターして攻めは板山の方、2ゲージ目ドグラシーあります、からのゲージ中をシフトで逃げる、何を狙うか、さあ目の前距離を見ていたか、しっかりと投げていたのはドグラベガ、硬いと、とにかくどんどん板橋残業が攻め込める、接近戦で密着戦での読み合いを仕掛けるチャンスが減ってきてますよね。ドグラの対空もかなり今出てますので、簡単には密着の持ち込めない状態、やはりアイアンマッスルと大パンチの読み合いでことごとくドグラ側が勝っているです、ね、というところがポイントですかね。さあこの大パンチ、さあヒットした時にキャンセルするのは割と容易なので、このように振って当たればラインが上がる、それはタイミングよくこのアイアンマッスル取りたい板山なんですが、そこはタイミング外してるんですよね。いや、そうなんですよね、うまいですよね。しかもそのジャンプ回す要素もいろいろやってるんですけども、
タイミングはなかなかうまくつかめない。そこはガードになったが、その後しっかり跳ね返していく。さあここで一発膝を取って、板野のチャンスになるが、すぐに V シフト。今回残虐やはり V シフトが使って守られた時に難しいですよね。付き合いませんよという意思表示にも受け取れる。僕らもしっかりこうシフトの、ね、使いどころを変えてますんで、ワンガード V シフトとか直 V シフトとかいろいろやってますんで。さあ、さあヘラアタック、ポイ下がっていた。さあ EX で押し込んで、かなり苦しい状況になったのは板橋残虐。右手側、ありますが、発動のきっかけもなかなか遠い。しかも時間もないんで、もうじっくりやれないんですよね。そろそろ行かないと。さあ、状態からいい。ただもう時間がほぼない。取らないですよね、受け身を。ちょっと濁して濁して。あ、あるか？いやゲージがない。いやーゲージない。落としてあれは。この後わちゃ。じゃんけん。暴れている。いい。うわあ、有利からだっけ。そうですね。しっかり。さあ最終局面の詰め将棋は両者お手の物。やはりリソースが最終局面である方が勝ち切りますよね。そうですね、やっぱ板さん側の方が触れてないんですよ。なんでゲージは溜まりづらい。僕らの方がしっかりこう立ち拳とか牽制できてますんで、反撃。さてリーチをかけたドグラムが、立ちパンチが下段攻撃を取れないので、やっぱ踏み込みしゃがみ中キックはかなり効いてるんですよね。地上のこの技振りに対する、まあ、お互いの技の回し方、うん、ここでも1枚一歩先にいってるのはこのドグラのベガ。いやですね、立ちパンチの中国は非常にうまい。全ての起点となっているのは大パンチなんですが、あっとこれはバックステップしたところに当たってしまった。さあアンラッキー、この後またどういう読みになるのか。しかし被害は甚大。これがああ来ましたね。これはしっかり当たってからの飛んでいる、飛んでいる、読み勝ってゲージもたまるぞ。さあその前にダブル、これは間に合った。一気に追いついてきた。リーチはかかっているぞ。嫌な予感がする。はい、打ち OK。 まだ飛ぶの。さあここは板さんなんとか首の皮1枚つないで、しかしこのラウンド取れば2対2ですからね。いやそうですね、重要このラウンド。追い詰められてるとはいえ、落としたね。取れば五分になる。うわ取っている。痛く。さあ嫌な時間が今度はどぐらいになった。さあプレッシャーかかる。うわあこれは大きい。投げている。値千金の後ろ投げきた。お構いなしか。板さんにゲージはもう一本ある。打ってきた。シフト遠い。さあ体力リーダー板橋残虐。しかしさあまだ時間は60秒、何が起きてもという時間帯ではある。これもゲージがあるんでね。そうですね。おっいろいろ抱きかたらず無理はしない。スペースを使って投げていく。時間はまだ40秒。取っている、取っている、なるほど、うまい、しっかり。さあこれは追撃も入る、ミスはない。ボルシチダイナマイト、今のアイアンマッスル踏み込みパンチは技ありでしたね。エアーマル取った上にパンチが当たれば V トリガーたまる V ゲージ状況だったんで狙った、そしてそれが勝ち筋だったという。ちょっとこの中距離の立ち強パンチにまつわる駆け引きの部分で板橋残虐が今優勢に立ちましたね。これまで、板橋残虐の立ち強パンチに関しては、はい、溜めたらしゃがみ中キック、うん、溜めなしをガードしたら立ちじゃキックダブル2っていうところで反撃を決めていたことで、板団がかなり立ち強パンチ打ちづらくなっていたんですけれども、体力リード取った後にこう立ち強パンチを使うことでベガの立ち強パンチを取りながらリターンを取っていくってことができた。それによって画面足に追い詰めて体力リード、そのまま詰めていくことができましたね。うん、これで2対2ということで、はい、全体的な流れを見る限りやはりドグラベガのそのいい試合作りが目立つところではありますが、
4-0 を目指すコミファデトネーションとしてはなんとかかんとかたどり着いたと。いや最後どうなるんでしょうかね。どうでしょう。中盤戦でかなりドグラが対空に意識を割いていて、はい、でそこで落とされてたじゃないですか。そうですね。ただそれでも飛んでるんですよ。しかもそれが勝ち筋になってるんで、板橋さんゲフ側もそのなんでしょう、駆け引きのところうまく回せている感があるんで、最後のねこの決定戦どういう風にその駆け引きってところがですね、こう結実していくのか注目しましょう。勝利の鍵、勝利への鍵はどこにあるか、横なのか上なのか、はたまたアーマーにあるか。意識配分は両者どこにあるか。これは中足いったが踏み込みが若干浅かったので食らってしまった。潰しに行ったんですけれども、ね、だいぶ板山のこのストレート大パンチを振りやすくなってきてますよね。ちょっとずつちょっとずつやっぱりそのドグラの技を打つ距離が遠くなってるんですよ。それだけプレッシャーがねかかってるグラウンドにしてね。さあ面白いものでやはり技を当てている方が強気に踏み込める。ザスタンが危ないぞ。さあこれでスタンした画面端ドグラのチャンスになる。さあ何を狙うか。通常投げまで入ってさあこの状態のザンギエフ V トリガーに巻き込まれさえしなければというところではあるんですが、それでもザンギ使いはねじ込んでくる。それをどうさばくか。ドグラ下がっている。バックステップ2つだった。こうなるとザンギエフはもう誤ますよ。危ないぞ。気をつける。からのやるしかない。そうですね、板様もやるしかない。ゼロドット。しかし遠かったサイクロンラリアット。さあこれでリーチはドグラベガー。さあ苦しいのは右手側の板山ではあるが、こういった逆境は今までいくらでもあった。相手はドグラー。やはり上側に空中にかなり、よーっと、カルピサファンが当たらなかったところ EX スクリューを回していた。さあもう一丁これ弱スクリューかですね。よかった。ダイヤシクラッシュカウンター。これ入れ替わるぞ。プッシュと、はい、当たってダウンしている。刻んで刻んで刻んでヘッド渡る。ダイヤ抜けているがスクリューを潰した。確かにターゲットからチャージしてついにトリガーを引いたドグラー。まあ入れる CA もあるぞ。これはワンターンで終わる可能性はあった。赤いが、そうですね、アルティメット最後次第では逆転自分できる。そうですね、ワンタッチ圏内ではある。ジャンプ、うわ肘がしっかりと決まる。よく読んでたな今のダイヤシ。ラウンドフルセット、フルゲージ。両者がフルゲージ、これはザンギ優勢と言ってもいいんじゃないでしょうか。いやただベガもね EX サザン本当に強力なん で、ね、小刻みに打って画面足に追い詰めたいですよね。ザンギフ側もう本当にワンチャンス。さっさと CA もしくは EX クリュー。コンパデトネーション悲願の 4-0 まであと1ラウンド。さあリーダーの板ザンが掴み取れるか、はたまたドグラが名古屋王者を救うか。相打ち、さあ第8節後半戦の一発目、両チームのモチベーションを大きく左右する。当たっていた。グッ、スキル双方プレッシャーがすごいですね。よっと、あーまた時間回していた。ぐるぐるやろう。さあここからいい形でゲージを運用成功。シュート、ドグラトリガーが引けなくなる。まさかあるのか、板橋ザンギエフ。さあどうする、EX いい打ち方。ゲージはまだ1本ある。上ペバー当たっている。さあここが勝負どころ。ダイヤを抜けて板さんにもトリガーがある。しかも15秒切る。体力リードは板橋ザンギエフ。いやこの時間落ちに来た。空中当たって当たって入れ替わったか。シュートからシュートブレイク。どっちだ、若干板さん危ない。どっち、ジャンプ削った削って、どうだった、どっち、うわぁドグラがギリギリ逃げ切った。
イムマジで名古屋王者に微笑んだか。やばい今の試合。